皆さんどうも、こんにちは。ロトコのロトコです。レプリレー、シバリプレイの続きですね。ちょっとパート数いくつか全く把握しません。ごめんなさい。編集全然置いてないので。とりあえずですね、どうしようか、あれからいろいろ考えました。で、縛りを変更します。ある一つの縛りを新たに設けて、で、一つの縛りを解放するというと、縛りの状況を入れ替えるような感じですね。やっていこうと思います。新たに追加する縛りですけど、この休憩を縛ります。これが、まず1個ですね。で、次もう1個は、今、これってどういう状況なんだっけ？とりあえず、ここにアレックスがいるってのは、確認したんだけど、こっちか。ちょっと、データ的に言うと、そうですね、アレックスにまだ話してないところですよね。で、そうしたらアイテムとかいろいろ集めないといけないのか。出発前に一度セーブしとけばよかったな。アンチポイズンでしょ。で、ちょっと待って、ここで何か手に入れられないんだっけ？君たち邪魔。ちょっと邪魔だから。まずこれで本来一つ。ちょっと待って。久々だから忘れちゃってるんですけど、邪魔もないんでね。ここグリフォン手羽先ってなかったんだっけ？覚えてないなぁ。とりあえず、アイテムを一個一つ、グリフォンテーションどこだっけ？ここか。サラサラの土にしとくよね。ちょっと待って。一旦ブルーの方に寄るかな。ブルーの方、あ、ブルーこっちか。で、あ、でか、そうか、やるか。はい、ボートの鍵もらうときにやっとけばよかった。さあ、次ね。皆さん、ちょっと過ごして。うるさいので、いいや。すごいうるせえな。もう、人はないんで、セリフはめどさないようにスキップします。まあ、詳しくは2年前の実況の方をご参照ください。で、こっちでしょう。これだろうか、このもの。日本手羽先。3冊目。これは関係ないか。ワンハーの道を、どこで解くかな。それに何しに話すの？なんかないっけ？なのか。こっち行って。植え込みの中なんかなかったっけ？なんかいろいろ、いろいろ覚えてないなぁ。とりあえず一通りアイテムを回収しました。じゃあ、ヒーバー博士のところ行ってみます。
いや、せっかくだから、忘れないうちに、バーベキューセットも手に入れちゃおうかな。あと、ついでに、新たに開放する縛りについても、ちょっとここで説明したいと思います。開放する縛りですけれども、買い物です。とりあえず値段をチェック。値段はこんな感じか。どうしよう。決めた。買い物についてはですね、ちょっと事前に決めてたのが、一つのエリアで出てくる商品について、1回までにしています。それをまず検討しました。で、2つ目ですけれども、買い物の金額の上限を定めたいと思います。いくらにしようかちょっと考えたんですけど、今決めました。5000ガムを上限にします。5000ガムって言ったら、なんやかんやで、あんまり買えないので、いいかなと思ったんですね。とりあえず、ここは、いいや、2回目にしよう。とりあえず一度、ハンゲの森を抜け、ハンゲの森をクリアした後にもう一回やりたいと思います。さあ何分、今何分ぐらい経ったんだ。前置きで多分1分ぐらい入ってると思うので、そうすると、違う気がした。イベントはめんどくさいので、ね、全部スキップします。さすがに2回見せるわけにはいかないでしょう。オリーブオイルはまだか。まず買いにもらうか。あれ、なんで引っかかったの？ハンゲの森でセーブしよう。
応アイテムは一通り揃えてはあるので。アイテム、買い物の上限5000ガンド。まあ、いろいろ縛りのこと考えたら、程よいきつさがあってちょうどいいんじゃないかなとは思ってますけどね。じゃあ、行きましょうか。忘れあるかすごい心配なんですけど。いや、行きましょう。